今回はファミリーマートで写真を印刷しようファミマフォトアプリの使い方についてご説明いたします。まずはじめにファミマフォトアプリとはについてご説明いたします。ファミマフォトアプリとはスマホ内の写真を全国のファミリーマート内にあるマルチコピー機で写真の印刷を簡単にすることができるアプリになります。 証明書の写真も印刷することができます。フレームを選択して写真にフレームをつけて印刷することもできます。また共有機能を使って家族や知人にプリント番号を送ることができるので受け取った方も近くのファミリーマートのマルチコピー機で写真を印刷することができるようになります。それでは次にファミマフォトアプリの インストール方法についてご説明いたしますまずは下記の QR コードを読み取るか各 OS に対応したアプリストアでファミマフォトと検索してアプリをインストールしましょうこちらではアプリの実際のインストール方法についてご説明いたしますまずはじめに Android 端末のアプリの入手方法と インストール方法についいてご説明いたしますそれでは1のように端末内にある「プレイストア」アプリを探して「プレイストア」アプリをタップしてくださいそうしますとプレイストアのトップ画面が表示されますので画面上部にある「検索窓」検索したいアプリ名や言葉単語を入力する場所をタップして2のように「ファミマフォト」と入力してくださいそうしますと入力途中で「 ファミマフォトという検索候補が表示されますのでそちらを三のようにタップするかファミマフォトとすべて入力をして画面の右下にある虫眼鏡のアイコンをタップしてください先ほどの続きになりますがファミマフォトの検索結果一覧が表示されているかと思いますのでファミマフォトのアプリを探して四のようにインストールをタップしてください どのアプリかわからない方は画面に表示されているアプリのアイコンをご確認いただくかアプリの横にファミマフォトと表記されているアプリを探してインストールをタップしてくださいそうしますとアカウント設定の完了という小さな画面が表示されますので丸5のように次へをタップしてくださいそうしますとアカウント設定の完了という 支払いを選択する画面が表示されますので丸 ⑥ のようにスキップをタップしてくださいそうしますとダウンロード・インストールが自動的に開始されます先ほどの続きになりますがインストールとダウンロードが進行している画面が表示されますのでこちらが完了するまで待ちましょう基本的には数十秒程度で終了いたします そうしますと、インストールのボタンが開くに変わりますので、丸7のように開くをタップしてください。アプリ一覧にもファミマフォトのアプリが追加されているかと思いますので、そちらからアプリをタップしていただいても問題ございません。そうしますと、初めてこのアプリを利用する場合には、ファミマフォトが写真、メディア、ファイルにアクセスするための許可を求める画面が表示されます。 こちらの許可はファミマフォトが端末内にある写真の一覧をファミマフォトアプリ内で表示するための許可になります。こちらを許可しないと印刷するための写真を選択できなくなりますのでご注意ください。丸八のように許可をタップしてください。先ほどの続きになりますが次にファミマフォトがカメラ 写真と動画の撮影にアクセスする旨の許可を求められますので、丸八のように許可をタップしてください。こちらも許可しないとファミマフォトアプリは利用できませんのでご注意ください。一度許可しないをタップすると、設定からアプリという項目を探して、ファミマフォトアプリを探してカメラや写真へのアクセス許可をする必要がありますので、少し複雑になります。ご注意ください。 そうしますと、利用規約の画面が表示されますので、内容をご確認いただき、○9 のように、同意するをタップしてください。そうしますと、ファミマフォトアプリのトップ画面が表示されます。こちらでアプリの準備が完了いたします。こちらでは、iPhone 等の iOS 端末でのアプリのインストール方法についてご説明いたします。 端末内にある APP Store、アプリストアを探して、丸1のように APP Store をタップしてください。そうしますと、APP Store のトップ画面が表示されますので、丸2のように虫眼鏡のアイコンを探してタップしてください。そうしますと、画面の上部に検索窓、検索したいアプリ名、カテゴリー、単語などを入力する場所、 が表示されているのが確認できるかと思いますので、検索窓をタップして、丸3のようにファミマフォトと入力してください。入力途中で丸4のように選択候補が出てきますので、選択候補をタップするか、最後までファミマフォトと入力して、一番下にある検索を丸4のようにタップしてください。 先ほどの続きになりますが、検索結果一覧が表示されますので、その検索結果一覧から、ファミマフォトというアプリを探して、丸5のように入手をタップしてください。どのアプリかわからない方は、こちらに表示されているアイコンと同じアプリを探してください。もしくは、ファミリーマート、ファミマフォトとアイコンの横に表記のあるアプリを探してください。 入手をタップするとパスワード、指紋認証、顔認証等が求められますので認証を行ってください。そうしますとダウンロード、インストールが自動で開始されます。インストールが終了すると先ほどの入手のボタンが開くに変更されますので丸6のように開くをタップしてください。トップ画面にもファミマフォトのアプリが追加されているかと思いますので そちらからアプリをタップしていただいても問題ございません。そうしますと、初めてこちらのアプリを利用する場合には、ファミマフォトがカメラにアクセスするための許可を求められますので、丸7のように OK をタップしてください。そうしますと次に、ファミマフォトが写真へのアクセスするための許可を求められますので、丸8のように、すべての写真へのアクセスを許可をタップしてください。 こちらですが、それほど印刷する必要がない場合には、写真を選択をタップしても問題ございませんが、その都度、写真アプリを選択して、ファミマフォトに表示する写真を選択する必要があります。こちらのカメラ及び写真などへのアクセス許可は、プライバシーの部分になりますので、できる限り信用のあるアプリのみに許可するようにしましょう。 先ほどの続きになりますが、次にファミマフォトの利用規約が表示されますので、内容を確認して、丸3のように、同意するをタップしてください。そうしますと、ファミマフォトアプリのトップ画面が表示されます。こちらでアプリの準備が完了いたします。それでは次に、ファミマフォトアプリの操作方法についてご説明いたします。 ファミマフォトアプリのトップ画面が表示されているかと思いますので、丸2のように写真をアップロードというボタンを探して写真のアップロードをタップしてください。ファミマフォトアプリを閉じてしまった方は端末内にあるファミマフォトのアプリを探して、丸1のようにファミマフォトアプリをタップしてください。そうしますと端末内の写真の一覧が表示されているかと思いますので、 印刷したい写真を丸3のようにタップしてください。複数枚選択することも可能になりますので、その場合には複数枚の写真をタップしてください。選択した写真の右上にチェックがつきますので、すべての写真の選択が終わった場合には、画面の右上にある完了というボタンを丸4のようにタップしてください。 先ほどの続きになりますが、完了をタップすると、選択した写真が表示されます。複数枚を選択した場合には、丸5のように写真を左右にスワイプすることができますので、そちらで正しい写真が登録されているかをご確認ください。写真を削除したい場合には、丸6のように削除をタップしてください。選択した写真に問題がなければ、 丸7のようにプリント番号取得をタップしてください。そうしますとプリント番号、ユーザー番号と有効期限が表示されます。こちらの番号の有効期限は8日間になります。こちらのプリント番号、ユーザー番号はファミマ内のマルチコピー機に入力する番号になります。問題がなければ丸8のように完了をタップしてください。 以上で写真の登録が完了いたします。こちらでは先ほど登録した写真のプリント番号、ユーザー番号を確認する方法についてご説明いたします。こちらの操作はファミリーマートのマルチコピー機の前でも行いますので覚えておいてください。まずはファミマフォトアプリをタップするとトップ画面が表示されますので、 丸9のようにプリント番号確認という項目を探してプリント番号確認をタップしてください。そうしますと登録した写真の一覧が表示されます。こちらにプリント番号が記載されています。丸10のように矢印をタップすると拡大画面でプリント番号、ユーザー番号を確認することができます。 こちらでは4対3以外の大きさで撮った写真を調整する方法についてご説明いたします。4対3以外の大きさで写真を撮った場合には、印刷する写真の用紙内に写真が入りませんので、トリミングして調整する必要があります。まずは丸1のように、写真をアップロードをタップしてください。そうしますと、先ほどと同じように写真を選択する画面が表示されますので、 丸2のように印刷したい写真を選択し、選択が終了しましたら、丸3のように完了をタップしてください。先ほどの続きになりますが、選択した写真が画面上に表示されます。表示されている画面の下に、トリミングという選択肢が表示されているかと思いますので、丸3のようにトリミングをタップしてください。 そうしますと、写真が白い枠に囲われているのが確認できるかと思いますが、こちらの白い枠で囲われている部分が印刷される部分になります。こちらの写真を前後左右に動かすことができますので、丸4のように白い枠内に希望する部分が入るように画面をタッチしながら前後左右に動かしてください。 縦横の枠を変更したい場合には、枠を回転をタップして比率を変更してください。問題がなければ、⑤ 5のように確定をタップしてください。そうしますと、白枠で囲われた部分のみの写真が表示されますので、問題がなければ、丸 ○6 のようにプリント番号取得をタップしてください。 こちらでは、照明写真の機能についてご説明いたします。まずは、ファミマフォトアプリのトップ画面から、丸1のように、照明写真をタップしてください。次に、サイズを選択する画面が表示されますので、丸2のようにサイズをご指定ください。そうしますと、画面の中央に顔が来るようにトリミングしてくださいという画面が表示されますので、 丸三のように OK をタップしてください。次に人型の点線が表示されている画面が写真と一緒に表示されますので、丸四のように枠内に顔の部分が来るように写真をタッチしながら移動してください。問題がなければ、丸五の確定をタップしてください。先ほどの続きになりますが、 確定をタップすると調整した写真が表示されその下にカメラロールに保存というボタンがあるのが確認できるかと思いますので丸6のようにカメラロールに保存をタップしてくださいそうしますと端末内に写真が新たに保存されます次にファミマフォトアプリのトップ画面に戻って先ほどと同じように 写真をアップロードというボタンを探して、丸7のように、写真をアップロードをタップしてください。先ほど調整した証明写真が保存されているのが確認できるかと思いますので、丸8のようにそちらの写真をタップしてください。そうしますと、写真の右上か右下にチェックがつきますので、画面の右上にある完了を丸9のようにタップしてください。 先ほどの続きになりますが、完了をタップすると、選択した写真が拡大表示され、画面の下に丸8のように、プリント番号取得というボタンが確認できるかと思いますので、プリント番号取得をタップしてください。そうしますと、プリント番号と有効期限が表示されますので、丸9のように、完了をタップしてください。 以上で証明写真の登録が完了いたします。こちらで取得したプリント番号、ユーザー番号をファミマ内にあるマルチコピー機で入力し、印刷用紙を指定する画面で証明写真を選択すると証明写真の印刷をすることができます。それでは次にマルチコピー機の操作方法についてご説明いたします。 まずは1のようにコンビニ内にあるシャープのマルチコピー機を探してください次にコピー機の画面上をタップすると選択画面が表示されますので2のようにネットワークプリントをタップしてくださいコピー機によってはプリントサービスという画面が最初に表示されている可能性もございますのでその場合には先にプリントサービスをタップして 次にネッットトワークププリントをタップしてください。次に印刷する費用分以上の効果を挿入してください先ほどの続きになりますがユーザー番号を入力する画面が表示されているかと思いますので先ほど取得したユーザー番号を四に入力してください問題がなければ文書と写真などを選択する画面が表示されますので 5のように画像ププリントをタップしてください先ほどの続きになりますが次に写真のサイズを選択する画面が出てきますのでこちらでは L 版写真プリントを選択してくださいそうしますと写真のサイズと値段が出てきますので問題がないようであれば L 版を選択してください 先ほどの続きになりますが、次に印刷枚数を入力する画面が表示されます。こちらに枚数をプラスを押して入力してください。最後にプリントを開始しますかという表示が出てきますので、はいを押してください。そうしますと印刷が開始されます。以上でファミリーマートで写真を印刷しよう。 ファミマフォトアプリの使い方の説明を終了いたします。この機会にぜひファミマフォトアプリで写真の印刷をしてみてください。写真以外のものを印刷したい場合にはネットワークプリントというアプリをご利用ください。ファミマローソンで写真も含めて印刷することができます。ネットワークプリントの使い方という講座が別途ございますのでそちらをご参照ください。